会は3月19日のイベントで銀魂の新作スピンオフアニメ制作が発表されたのに便乗してコラボカードから高崎慎介を紹介するよ。天は我に味方せり。どうか貴様には到底見えない。行け！火の如く！火の如く！遅すぎる！まだ負けてねえ。野望、我が身を焼く。貨幣2枚で、サクと内乱工場を一発ずつ持ってかれましたね。お相手は、なぜこの階級に、と思った有名プレイヤーで。開幕殴られましたが、これで済んだのは安い方だと思います。高崎慎介の計略は式8で武力プラス7向上力アップと戦闘面では控えめながら殴り合い展開で輝く計略、優位盤面で打てれば一気に城を持っていけるよ。我が目に燃えるたけりを見た者はない。おさむ上力なつきの圧で資材を使わせられたね。式5で武力マイナス3と直接戦闘面は控えめ性能やから色差を持ち帰ってアドバンテージを取りに行くよ。一の方流派発動。二の方止め、行け。今度は俺らの番だ。戦場を真紅に染めてやろう。騎兵隊に告ぐ、カラスどもを踏み殺せ。これは俺の力。行け。流派発動。三の方。よく三中カウント以下なら式流派は見て良いと言われがちやけど、固定観念で決め打ちは NG。 この先に殴り合うことや相手の城を取るターンや想定できる試合なら3を打った後でも2が使えるから先に3を使って残り数カウントで溜まっても腐らない2を残すのが最善。実際にここまで相手の城を取ってたらこの先接戦になる頃には総統城を取られてることになる。
そうなってた場合、流派には終点に溜まってるはずやから、城を取れる見込みがあるときは先に3が正解。包囲の士気上昇で相手の芝居が溜まってそうやし、密やを連打するよ。今度は俺らの番だ。我が目に燃えるたけりを見た者はない。野望、我が身を焼く。本田さんと違って負けた理由を考えずとも教えてくれるのはありがたいですね。そんな感じで1戦目、次の試合もオサム上陸ナップの生きた試合になるよ。この迎撃はちょっと上手い。迎えが来たか。わしは所詮わかるか。マイキーを頼む。俺は守るものなんぞないし必要もない。まだ負けてねえよ。目覚めたぜ。我ら主従は絶対無敵。騎兵隊に次ぐカラスどもを踏み殺せ。前期解放。マイキーを頼む。俺は守るものなんじゃないし必要もない。目覚めたぜ。
今度は俺らの番だ。邪魔だ。戦いはここから本番よ。わしは所詮わけやつか。見事だ。今度は俺らの番だ。ここは佐伯もの守りに士気を残そうとしたけど、高杉晋介を追ってても流派2で最後もう1回士気8使えそうだったから反乱ミスやね。両反省点。身の程知らずだ。我が矛のサビにしてくれよ。You can go。 わしは所詮脇役か。マイキーを頼む。流派発動。身の肩圧倒的、圧倒的、圧倒的よ。喧嘩はもう終わりだ。ほら、終わった。見事だ。こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。ゲロゲロゲロ。ご視聴ありがとうございました。あたら、めて銀魂連載開始20周年おめでとうございます。